さんこんばんは。今夜はここインボイス西武ドームから西武対広島の一戦を実況担当沢木直樹でお届けいたします。ライオンズの先発はエースの松坂、対するカープの先発は小山田となっています。さあ、まもなくゲームが始まります。さあ、注目の立ち上がり、カープの攻撃、先頭バッターは尾形。初球打った、グラブ弾いた、ピッチャー動けない、取った、記録はヒット。バッターは指名打者東出。初球から送ってきました、右方向わずかに切れた、ファウルボール。外角高めの変化球、ストライク。松坂追い込んでいます。ストレート打ちました、セカンド後方だ、あっと弾いた、ボールを取った、記録はヒットになりました。ノーアウトランナー一塁二塁となって、続くバッターは島、カープいきなり先制のチャンスを迎えています。和田前進、プラムヒットになります。セーフ、カープ3者連続ヒット。さあ、ノーアウト満塁とチャンスを広げました。速球に送ってストライク、三塁ランナーをちらっと見た、外角低めいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました、ボーアウトサイドわずかに外れた。直球ボール、外角高め、1球外します。速球ボール、アウトコース高め、1球外してきました。打った、ヒットになります。2塁ランナー3塁蹴ってホーム、ダドッカタイムリーヒット、カープまずは2点先行。前田、左バッターボックスに入りました。カープ追加点のチャンスを迎えています。内野は前進守備、抜かれた、ライトの前に転がった、ダドッカ一気にホームへ、いいボールが返ってきた、前田タイムリーヒット、コンタッチアウト、ワンアウトです。打った、ボールは後ろ、ファウルボール、まっすぐ決まった、ストライク。ボールカウント2マッシング、カープ3点先制しています。取りました、ファーストへ送り、アウト、3アウトです。1回表が終了して3対0、カープ先制点を挙げています。これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターは佐藤、真ん中高め直球、ストライク、あっという間に追い込んだ、高めボール球打った、木村落下点構えて掴みました、ワンアウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターは2番赤田、打ちました、掴んだ、一塁へ、一塁アウト。バッターは3番フェルナンデス、ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。ヒット、バッターは4番カブレラ、ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。内角スライダー決まってストライク、ボールカウントワンエンドワン、打った、打球はそのまま伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン、ツーランホームラン、三塁間スタンドへ吸い込まれていった。バッターは5番和田、内角直球ストライク、ワンナッシング、これは見送ってボール、わずかに外れてワンエンドワン、豪快に引っ張った、連続ホームラン、ファン待望のアーチ、一振りで同点、打ちました、これはヒットになります。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、セーフ、一塁はセーフ。バッターは7番中島、スライダー見送ってボール、まっすぐ見送ってストライク、ワイドはスライダー見送ってストライク、バッター追い込まれました、打った、掴みました。1回が終わって3対3、小山田この回2本のホームランで3点を失っています。これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは新井、見送ってボール、ボールカウントワンボール、スライダーはストライク、真ん中へ、ワンストライクワンボール、
アウトコース厳しいところ、ボールカウントツーエンドワン、空振り三振、バッターアウト。先頭バッター新井三振に倒れました。ストライク、外角高め、アウトコースをつけた、セカンド横飛び抜けた、ライト前のヒットになります。カープ勝ち越しのチャンスを迎えます。ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターボックスはラストバッター木村、今日初めてのバッターボックス、三遊間のゴロ抜けた、ヒット、レフト前ヒットになった。さあワンアウトランナー一塁二塁とチャンスを広げました。外際どいボール、ボールカウントワンボール、打った二塁送球、二塁アウト。先ほどヒットを放っている東で一打勝ち越しのチャンス、外角高め、速球決まってストライク、一塁牽制、ランナー戻っています。ファーストランナーちらっと見た、速球ボール、カーブ打ちました。中島待って取る、一塁アウト、スリーアウトチェンジ、ツーアウト一塁三塁のチャンスでしたが得点を挙げられませんでした。2回表が終了して3対3、現在同点です。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは8番細川、直球外れました、ワンボール、打った、いい当たりだ、一塁送球、一塁アウト、ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは9番平尾、今日最初のバッターボックス、ヒット、ボールを掴んだ、ライオンズ勝ち越しのチャンスを迎えます。ワンアウトランナー一塁に変わります。ここで打者一巡してバッターは佐藤、第一打席はセカンドフライに倒れています。ファールボール、ファーストランナーチラッと見た、決まった、ストライク、ツーナッシング、一塁ランナーをチラッと見た、流し打ち、ヒット、佐藤、これで2打数の1安打、ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。そしてここでバッターは赤田、この後に控えているのはベルナンです。打ちました、ヒットになります。平尾一気にホームへ、赤田これで2打数の1安打、ライオンズ1点リードに変わりました。赤田タイムリーヒット、ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。あっと抜けた、内角外れてワンエンドワン、真ん中にストライク、ストレートで押してきます、低め直球外れてボール、2回の裏ライオンズの攻撃、アウトコースへボール、低め外れてフォアボール、先ほどツーランホームランを放っているカブレラ、ライオンズ追加点のチャンスを迎えています。初球打ちました、前田下がった、取りました、佐藤タッチアップ、三塁ランナー今ホームイン、ライオンズさらに1点追加、先ほどホームランを放った和田、ライオンズ追加点のチャンスを迎えています。森笠バック、2回の裏が終わって5対3、小山田この回さらに2点を失っています。カープこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番島、速球見送ってボール、チェンジアップ空振り、打った、ヒット、カープ先頭バッター出塁です。今日ツーベースを打っているダロッカ、速球ストライク高め、まずは初球決めてきました、危ない球、一塁へ一つ牽制球を送りました。ランナー戻ります、空振り、フルスイング、ストレートでグイグイ押してきます。もう一回一塁へ牽制球、3回の表カープの攻撃、スライダーを内角へ、ノーアウトランナー一塁、もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。松坂再三ランナーを牽制します、打った、ボトボトの当たりはショートゴロ、二塁へ、セカンドフォースアウト、一塁へ送る、一塁はセーフ、ワンアウトランナー一塁に変わります。ランナー一人を置いて迎えるバッターは前田、投球ストライク、キャッチャー二塁送球、セーフ、二塁はセーフ、盗塁成功、打ってこれは平凡な当たり、
わずかに左へ切れましてファウルボール。打ちました。サード右横のゴロ、ファーストへ、一塁アウト。そして左バッターボックスには森笠、最初の打席はショートライナーに倒れています。ワンバウンドボールを掴んだ、アウト。スリーアウトになりました。セカンドランナー残塁。3回の表が終わって5対3、ライオンズ2点リードは変わりません。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者貝塚、打ちました。ファウル。低めいっぱいストライク。インコース引っ張った、一塁アウト。ワンアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番中島、最初の打席はショートライナーに倒れています。真ん中高め変化球ストライク。スライダーストライク。さあ追い込まれました。高めストレート外れても打ちました。センター前進、これはヒットになります。さあワンアウトからのランナーが出ました。ワンアウトランナー一塁に座ります。バッターは8番細川、ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。左中間へのヒット、中島2塁蹴って3塁へ、セーフ。ワンアウトランナー2塁3塁に変わります。バッターは9番平尾、ライオンズ追加点のチャンスを迎えています。直球ストライク、あっという間にツーナッシング。外のボールでも打った、島前進してくる、宇宙間へのヒット、細川三塁も回った、平尾タイムリーヒット、セーフ。ここでタイムを取りました。小山田今の状態ではこの先つらそうです。小山田マウンドを降りまして、梅津今日2番手としてマウンドに上がります。ワンアウトランナー2塁に変わります。バッターはトップに帰って佐藤、打った流し打ち、セカンド横飛び、あと取れない。佐藤ライトへヒットを放ちました。ワンアウトランナー1塁3塁に変わります。先ほどタイムリーを放っている赤田、ストライク。膝元厳しいボール、ボールカウントワンエンドワン。シュートを絡み梅津追い込んでいます。シンカー、空振り三振、アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。そして迎えるバッターはフェルナンデス、今日3打席目、切れていきます。ファウル、ランナー走った、これはストライク。二塁送球はどうだ、これはタッチアウト、盗塁失敗。最後は二塁盗塁失敗で終了しました。序盤終わって7対3、ライオンズこの回も2点を追加しています。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは7番新井、今日の第1打席はスイングアウト、大きなスイング空振り。松坂今の投球でちょうど40球目になります。ワンナシン、インコース引っ張った、インロー攻めても10アンダーワン、インコース引っ張った、和田ボール掴んでアウト、ワンアウト。バッターは8番木村、これが2打席目になります。ストレートはボール、まずは低め打った、掴みました。先ほどヒットを放っている木村、スライダーをまずは内角、チェンジアップ見送ってボール、打ちました。ファーストへ送り、一塁アウト。最後はショートゴロに倒れました。4回の表が終わって7対3、ライオンズ4点リードは変わりません。ライオンズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番フェルナンデス、打った、どうだ、入るか入るか、入った、ソロホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、初球をうまく捉えました。8対3、ライオンズリードを5点に広げました。ここでタイムがかかります。ここはピッチャー変わるようです。梅津降板、天野今日3人目のピッチャーとして登板です。今日3打点のカブレラ、ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。ボールを取った、一塁へ、一塁アウト、ワンアウトです。5番の
これでワンアウトランナーはありません。そして右バッターボックスには和田、これが3打席目になります。打った初球打ち、森笠交代、右中間深いところ掴みました。和田初球打ちはセンターフライに終わりました。左バッターボックスは6番貝塚、この試合3回目のアットバット、ボン、わずかに外、取りました。4回が終わって8対3、ライオンズさらに1点を追加しています。カープ、この回は打順よく1番からの攻撃です。先頭バッターは1番尾形、初球を打った、掴んだ、1塁送球、1塁アウト、ワンアウト、これでワンアウトランナーはありません。左バッターボックスは2番東出、今日3打席目、真ん中低め変化球ストライク、スライダーを使ってきました。これはボール、高めわずかに浮いたボール、スライダー外れてボール、東出よく選んでいます。直球はストライク、外角高め。カープここまで8安打。